免許更新に行こうかなと。いやね、これよく見たらね、なんか延長できるっぽいんだけどね。よく見たら。よく見たら延長できるっぽいんですけど、おはようナイスどうも。感染症予防を拡大防止のため、延長申請手続きを行うことにより、上記更新期間を3ヶ月延長できますってあるから、これもしかして、多分電話でいけるんですかね。おはようございます。ゴールドじゃないですよ。なんか、車来てからでもいいのかなと思ったんだけど、正直電車で行くのだるいから、まあでも、まあどうせ暇だし、まあ電車で行こうかな、今日。なんか一応行くって思ってたんで。延長もできるっぽいんですけどね。ほら。感染症予防、拡大防止のため、延長申請手続きを行うことにより、上記更新期間を3ヶ月延長できる。で、更新の期間が、どこだ、どこに書いてあったっけ。これか。3月26日までなんで、どうやらこれを3ヶ月延長できるっぽいんですけど、おはようございます。あとね、違反しちゃってるから違反講習っていうのがあるらしくて、これ違反講習がね、120分あるんですよね。だから2時間、普通免許更新ってさ、俺何回か行ったことあるけど、おはようございます。まあ、なんか、免許更新って相性なんか写真撮ってとかなんかそんなやつじゃないですか。あとなんか、視力検査とかなんかそういうやつちょっとやってパパッと写真撮って終わりみたいな。でもね、違反講習がね、120分あるんだよね。違反しちゃったんで。講習料も取られちゃうっていう。で、更新できる場所は免許センターで、月曜から金曜の平日と日曜日。まあ、つまりは、土曜日以外ってことね。土曜日以外は、受付時間8時半から11時と、13時から2時、14時半。まあ、ほんと朝から行きたかったんですけどね。ちょっともう間に合わないんで、これ。だ今日行くんだとしたら、この1時から2時半の間ってことでしょ？おはようございます。いやでもね、こういうのはね、もうパパッと済ませちゃおうかなと思って、まあ、延長してもなんかあれだなと思って。まあ言うてももう期限なんで、多分電話で延長できそうな気もするんだけど、まあどうせだったら今日やっちゃおうかなと。まあ別にね、電車代もかかるけど、まあ言ってしまえば別に車で行ったってガソリン代かかるし。普通でも30分コースがある。あ、そうだっけ？じゃあ、1時間半ぐらい延長されたって感じ？講習が。まあ、今から行くんだったら1時から2時半かな。だよね、これ1時から2時半のでもいいんだよね。でもさ、1時から2時半受付ってことは、2時半結構ギリギリに行っても大丈夫ってことだよね。別に1時に行かなくてもいいってことだよね。早めに行った方がなんか早くなるとかあんのかな？まあ、2時ぐらいに着くようにすればいいのかね。2時ぐらいに。2時ぐらいに行けばいいのかな。ちょっとお腹すいたな。まあ、今のうちやっとこうか。そうですね。早めに言っときますか。
2時間講習。でさ、免許センターってさ、免許センターって、あれっすか。免許証センターって、なんか、カレーとか食える食堂とかあるんですよね、多分。あと、どうでもいい話なんですけど、いや、今日ほら、だからさ、多分免許センター行くかなと思って、で、まあ、免許証のね、写真も撮るのかなと思って、一応眉毛剃ろうと思って、眉毛カッター、電動の眉毛カッターあるんですけど、それをこう使うときに、手に刃が当たっちゃって、こう切っちゃったっていう、まあ、どうでもいい話なんだけど、怪我しちゃった。ちょっと痛いんですよね。眉毛カッターのなんか、カッターの部分を、ここの、そのカッターの部分で手を切っちゃってですね、痛いんですよ、と。講習配信できるわけないだろ。いやちょっとね、どうしたらいいですかね、これね。お腹すいた。免許センター食堂潰れなんてありえんですか？ちょっとね、めったに食えないじゃないですか、そういうところの食堂。ちょっとね、だから食堂でカレーでも食べるのが楽しみだなと思って。あるんだったら。そう。だからちょっと早めに行こうかな、お腹空いたし。もう向かうかな。お腹空いた。食堂みたいなのあります？こう、ちょっと、ググってみるか。鴻巣。鴻巣。鴻巣。免許センター。食堂。ね、これ。鴻巣の免許センターにパンチ丼が激うまなのを知ってる人こそ本物。何これ。鴻巣のレストランケヤキってところに、わあ、美味しそう。うわあ。何これ。埼玉運転免許センターのパンチ丼が激うまなの知ってる人こそ本物の埼玉県民だって。これか。いいね、このなんか、免許センターの食堂の感じ。いいなぁ。てか別にさ、免許更新とか用がなくてもここ行ってもいいんだもんね。行こうと思えばここで食ったっていいわけだからなぁ。埼玉県名物、肉汁うどん。そうなんだ。わお。丼バージョンのパンチ丼なんてものもあるだって。ええー。美味しそう。パンチもつ煮込み。生姜焼き定食。うわぁ、美味しそうだなぁ。カツカレー。うわぁ、生姜焼きもうまそうだなぁ。パンチ丼もうまそう。へぇー、美味しそうだなぁ。なるほどね。免許センター。ああ、ちょっと腹減ってきたな。何も食ってないし。ちょっと先に免許センター行って、食堂でご飯でも食べようかな。美味しそう。
めったになんか食う機会ないから。